前橋子ども図書館は、群馬県前橋市が設置している公共図書館。0から18歳を対象とする図書館で、前橋市立図書館の文館の役割を持つ。延べ床面積は1563.32平方メートルで、ワンフロアの子ども図書館では、日本最大級を誇る。2007年12月8日オープン。前橋市立図書館の文館の役割を持ち、 前橋市立図書館と地区公民館、市所に併設される他の15の文館とオンラインネットワークで結ばれ、相互配本返却システムを導入している。前橋市立図書館の自動サービス機能はすべて子ども図書館に移され、前橋市の子どもの読書の拠点の役割がある。そのため学校教育、社会教育、児童文化、児童文学の図書から、料理、手芸、 旅行まで育児や家庭教育に関するあらゆる分野の図書を所蔵しており、ブックスタート事業や地元の児童文学作家の講演や展示を積極的に行っている。地上7階、地下2階の前橋プラザ元気21の中にあり、プレイルームと親子元気ルームを要する子育て広場との複合施設として、 子供は前橋の宝をコンセプトにする子供交流プラザとして同建物の2階にある。子育て広場と特に意識的な連携はしていないと言うが隣接しているため相乗効果が生まれ子供交流プラザの利用者は年間約44万人を誇る。木長が基本の館内は乳幼児から本に親しめるよう子供の目線の高さに配したユニークな展示型書家や 森林機関車のオブジェや絵本作家と子供たちが描いた壁面などで飾られ、暖かい雰囲気で明るく伸びやかで広々とした空間になっている。赤ちゃん連れの人のために貸し出し用のベビーカーが準備され、寝転び広場やお話の部屋やワークルームやボランティア室などが完備されている。またトイレも特に配慮して、男女とも子供用トイレを設置する。おむつ交換台は、 男性も利用できるようトイレの通路に設置してある。ありがとうございます。